親父、俺やっぱり。左手にエクスピアを持つ小僧はどこだ？エクスピア？ん？構わぬ。エンジェルス計画の成果試してやろう。アクアヘッジ！うわぁ！宝石の力は使うんじゃねえぞ。そんなこと言ってる場合かよ。カジシの勘で、その宝石よくねえ力を感じる。ここは任せろ。村の練習を。わかった。さて覚悟しろってめえら。デザイアン！吠えるな劣悪種。我が名はフォシュです。有料したるハーフエルフにして貴様ら人間の主、飼い主である。抜かせ！みんな卑怯だぞ。安心しろ、ちゃんと相手をしてやる。ただしお前一人だけだ。なめるなよディザイアン。エクスフィアの力、見せてみろ。エクスフィア…どうした、もう終わりか。くそ…ダーッ！所詮は劣悪種。どんなに価値のある飾りをつけたところで毛虫は蝶にはなれぬということか。負けらんねえ。母さんの仇、それにコレットを狙うやつは許さない。ミコを狙う我々が。何がおかしい？お前たちが考えてるほど世界は単純じゃないということだ。我々ディザイアンの名を語る者たちがいるのだよ。どういうことだ？私の目的はお前だ。知る必要はない。遊びは終わりだ。エクスフィアを回収させてもらう。くそ、こんなところで。
な人を守りなさい。大切な。忘れるな、エクスフィアある限り我々はお前を。それじゃあ、母さん、俺、行ってくるよ。親に黙って出て行こうとするた、いい度胸だな。親父？あいつらは、これを狙って村を襲った。俺がいると、村のみんなに迷惑をかける。だから出て行くと？母さんを殺したディザイアンたちを許しちゃおけない。コレットもやっぱり放っておけない。俺選別だ。すげえ。良い力だろうが悪い力だろうが、要は使う人間次第だ。おめえならきっとその宝石正しく使える。俺の息子だからな。親父。やることやったら帰ってこい。血はつながっていなくてもおめえが帰ってくる場所は俺んところだ。すっげえよな、親父の特性だ。こいつがあればどこ行ったって一人じゃねえぜ。一人じゃねえだろ、おめえは。おーい、待ってよ。ロイド、僕だけ置いてくつもりじゃないだろうね。